I personally like to put a finger on the edge and like that. And then I have no idea if this will go in. We'll see. I just kind of float it toward the basket. おはようございます。今日は、バートに乗って、サンフランシスコ市内から、サンフランシスコ国際空港に向かいます。それで、ニューヨークシティで乗り換えて、ロチェスターという空港に向かいます。で、まあ、今空港にあるグリーンビーンズっていうカフェでコーヒーを飲んでます。まあ、というわけで、まあ、飛行機を待ちながら、なんかその、ラップトップで YouTube 動画の編集の作業とかして、過ごしたいと思います。というわけで、ニューヨークの JFK 空港に到着しました。ここはちょっとサンフランシスコよりも肌寒いですね。多分5度か4度ぐらい低いと思います。で、まあ24時間ぐらい置きっぱなしなんで、まあ少々疲れましたね。まあお腹も空いたので何か食べようと思います。で、その後、まあ飛行機を乗り換えて、ロチェスターという空港に、ロチェスターという町の空港に行きます。というわけで、ロチェスター国際空港に到着しました。これからタクシーに乗って、小さな町、ブロックポートに移動します。はい、というわけで、ようやく宿泊施設に到着しました。まあ、30時間ぐらい寝てないので、これからゆっくり休んで、明日はいよいよアメリカ人の友達と合流します。で、まあ、ここは、この宿泊施設は、今日一夜だけこう泊まるだけなんですが、まあ、ここはいわゆるそのモーテルっていう場所で、まあ、アメリカ映画とかによく出てくる場所なんですけれども、まあ、こういう場所に泊まるのは初めてなので、モーテルっていうところに泊まるのは初めてなので、とてもなんか新鮮だし、感動してます。まあそういう感じで、まあとにかく今日はすごく疲れたので、もう寝ます。というわけでおやすみなさい。おはようございます。というわけで、これから朝食を食べて、友達のベンと合流したいと思います。
And I personally like yeah. And goes to that basket over there, way. Okay, okay. こんにちは、山添博史です。今日は今からベンさんと、ディスクゴルフっていうスポーツをにチャレンジしてみます。では始めます。And essentially what you want to do is find a comfortable grip. Some people it's two fingers. Some people it's four. And what you're doing when you're throwing a disc is instead of a motion like that, that's a frisbee throw. So I'll show it this way. If this was a frisbee, it would go like that. But the edges of this are weighted heavier, which means you have to put a lot more spin. So essentially, you want to pull across the chest, so not the hip, and stopping here. You want to pull across the chest and let go that direction. So it's a snap that way. So I'm going to hold it out the way I want it to go, and I'm going to take one, two steps, and snap it. Well, there's the other style of throwing is forehand, and a forehand is using really the palm, the snap, and you're flicking with the middle finger along the edge there. So when it flicks, it becomes the rotation on the spin of the disc is right off that middle finger and the palm. So it gives you the chance to look at your target, and you just couple steps and you can snap. And you're gonna snap it, yep, just like that. Yep. There you go. Yeah. So this would be another forehand shot. I'm gonna try and push it off to the side there. All right, looking nice. There you go, nice approach. There you go. Oh, I see. Yeah, Rockport hosted one of the earliest international Special Olympic competitions. はい、というわけで今日はベンさんと合流してブロックポートの街をいろいろと巡ってみました。まずカフェに行って、その後街を歩いて、その後ベンさんの家で奥さんと養子の娘さんと出会って、まあ、食事を振る舞っていただいて、それはすごい美味しかったですね。なかなか良かったです。すごい、なんていうか、そういうアメリカの家庭料理っていうものはすごい珍しかったし、すごい美味しくて、で、その後、ディスクゴルフっていうものにチャレンジして、ベンさんはそれが、にすごいハマっていたそうで、20年近くやっておられたそうなんですが、まあ、その後、また、ベンさんの家に戻って、それで、なんだっけな、シェパードパイっていう、料理をいただきました。まあ、それはマッシュポテトが上に乗っていて、下に、なんていうか、肉とか、ひき肉とか、野菜とかの炒め物が入ってるような感じなんですけど、それはすごい美味しかったですね。あと、なんか味付けもすごい、なんていうか、マイルドですごい食べやすかったですね。で、すごく美味しかったです。で、あと、その後、まあ、外に出て行って、オンタリオ湖っていうところに、まあ、五大湖のうちの一つで、カナダの隣と隣接している湖なんですけども、
その五大湖の中では一番小さい湖らしいんですけども、それでも琵琶湖の、30倍ぐらいの大きさなんですよね。本当にスケールがでかいなと思って、アメリカはな。でこの家もでかいし、本当に公園もでかいし、パーキングスペースもでかかったし、土地が広いので、そういう感じになるのかもしれないですけど、すごく いいなって思いますね。で、ここは僕に、僕が滞在するために、貸してもらってる、貸してもらってるというか、無料で与えてくれてる、ベンさんが好意で与えてくれてる部屋なんですが、ご覧の通り、ものすごく広い地下室なんですね。だから、ここに、6日間か1週間、6、7日間滞在することになるんですが、明日はまた、いろんな、また別のところをベンさんに連れて行ってもらって、いろいろ見て回ろうと思います。本当にベンさんには、すごく感謝します。このような、なんていうか、機会を僕に与えてもらって、こういう部屋も与えてくれたし、あるいはいろんなところを連れて行って、観光というかサイトシーイングに連れて行っていただいてるし、あと今日のカフェもおごってもらいましたね。本当になんか かなりお世話になっていて、だから日本に帰っていた時にはこちらから何か恩返しができればいいかなと、なんか彼らにこう部屋をオファーしたりとか、僕がどっか観光地をガイドしたりとか、そういうことを、お返しとしてやれればいいかなとか思っていますね。というわけで、今日はベンさんのおかげで素晴らしい一日となりました。本当にベンさんにとその家族には感謝しております。で、また今後も新たにそのベンさんの友達と出会うっていう機会がこの先あるそうなので、またどんどんと人と、あと新たな人と出会っていくことになりそうですね。というわけで、見ていただいてありがとうございました。今後も続きの動画を投稿していきますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。